こんにちは。先日令和納豆に課金しすぎて金欠になってしまったので、キーにライドンし、夏感を演出するつくつく系セミバイトしていました。ところがドスカイマイ安全太郎がサトちゃんに乗っかり、今が旬のセミ狩りデートをしているではありませんか。これを見た僕は、キリンさんよりゾウさんの方がいいのかつく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 と怒りのあまり、つくつく強振動からのバーシ、童貞アトミックエナジー充電完了、完全変態かっこセミは不完全変態生物、ツノチンコセミロングモード、うわー、僕の持つ全ての童貞アトミックエネルギーが放たれ、僕はエナジーを全て使い果たし土に帰りました。いくしこ年後の夏にまたお願いします。江戸先生周期ゼミです。はい、ということで今回は絶対に解読してはいけない謎の暗号や、ウイルスだらけの Google の偽物サイト、かかってきたら確実に死ぬ電話番号など、絶対にネットで調べてはいけないことを3つほどご紹介していきたいと思います。では行く、エンタロー。はい、0429-3396-4230。2018年頃、アメリカで複数の固定電話や携帯電話宛てに、とある電話番号から謎の留守番電話が残され、当時、ツイッターなどの SNS 上で、この間の台湾のグーシコ不可避献血ポスター並みに話題となりました。ちなみに、その留守番電話を再生すると、機械のような無機質な声で、関連性のなさそうな複数の英単語が次々と読み上げられ、最後に、0429-3396-4230という番号が読まれるだけだったため、この留守電を受け取った人のほとんどはただのいたずら、もしくは新宇宙のパワーと思っていました。一方で一部のネットユーザーは、この留守電で読み上げられた英単語と番号は何かの暗号になっていると睨んでおり、あるネットユーザーが試しに英単語の頭文字を並べてみると、一つの文章が浮かび上がってくることが判明しました。あなたにとってそれは悲惨なこと、慎重に避難しろ、彼らは人間ではない。この文章を見たネットユーザーたちは、固唾をがぶ飲みしました。かっこ久々ですが、暗号の解読には成功したものの、文章の真意は依然謎のままで、さらにあの留守電にはまだ0429339-4230という数列の謎も残されたままでした。またこの謎解きに挑んだ謎解き王松丸 R 5さんが四個世紀後に謎解き中の姿で発見され、そのミイラを見た未来人が人間族松丸か頑張った木に分類したとか。そこであるネットユーザーは、この番号はサイトのアドレスになっているのではと睨み、この番号について調べることにしました。するとそのネットユーザーの読み通り、キリンの挨拶と本編並みに関連性のなさそうな意味不明な単語が羅列されている奇妙なサイトがヒットしました。そしてこの単語も留守電の時と同様、頭文字だけを抜き出してみると、あなたは追加されましたという文章が浮かび上がってきたのです。またこのサイトのソースコードを見てみると、ソースコード内にとある YouTube 動画のリンクが隠されていて、その動画を再生するとまたしても複数の英単語が読み上げられました。そしてこれまで通りその単語の頭文字だけを抜き出してみると、 SOS、それはあなたにとって悲惨だ、慎重に避難しろ、彼らは人間ではない、という意味深な文章が再び浮かび上がってきました。そして人間ではないということは、つまりロールちゃん白桃ジャム&ヨーグルトクリームかっこファミリー版と限定である可能性もかなり高まってきました。知らんけど。またサイトのソースコードには、動画のリンク以外にも謎の英単語からなる暗号も隠されていて、ネットユーザーたちは今度も英語の頭文字を抜き出せば解読できるだろうと思っていましたが、今度の暗号はこれまで通りの方法では解読することはできませんでした。そこであるネットユーザーは、暗号の最後に書かれたシーザーという単語に着目しました。どのくらい着目していたかというと、僕がカンナちゃんの靴下のキュッとしてる上のポヨッとしてる部分のスクショだけで見てらパンパンになっちゃうくらいの注目度だったとか。シーザーとは男性の名前で、英語圏ではシーザーと読むのですが、ラテン語ではカエサルと読むため、このネットユーザーはカエサル暗号と呼ばれる古代ローマ時代に使用されていた暗号が使われていると推定しました。すると見事にそのネットユーザーの予想通り、今回の暗号にはカエサル暗号が使われていて、この暗号を解読してみると、この一連の暗号には特に意味はないといった旨の文章が浮かび上がってきました。これには騒音ババアも、返せ返せ時間をさっさ
だとか、えっせ、しまくぞと布団叩きまくったとか。そのため多くのネットユーザーはこの一連の暗号騒動が全て釣り行為だったと思ったのですが、最初にお話しした留守番電話騒動が起こったのが3月15日だったのに対し、サイトや動画が作られたのは3月20日だったことに違和感を覚え、第三者が留守電騒動に便乗してサイトや動画を作ったのではと考える人もいました。なのでもしこの考察が当たっているなら、あの留守番電話はサイトへの誘導ではなく何か別の目的があったのかもしれません。真相はケツの中。ゴーグル。この動画を見ている方の多くは Google を検索エンジンとして利用していると思いますが、 Google を開こうとする際に誤って Google と入力してはいけません。というのも、もし Google というキーワードで検索をかけてしまうと Google.com という悪質なウイルスサイトが検索に引っかかってしまうのです。ちなみに引っかかるといえば、普段から頭頂部ハードスプレーでガチガチのガチの僕は、家に着く頃には飛んでるカナブン、コクはシャーザク程度なら引っ掛けて帰宅しちゃうので、夏に浮かれてる虫たちはご注意ください。そしてゴーグルにアクセスしてしまうと、デバイスの画面上にポップアップウィンドウが次々と開き、その間に数えきれないほどの有害なソフトウェアが自動的にデバイスへインストールされてしまいます。すると、デバイス上には変なメッセージが表示される。有害なサイトへ誘導される。発毛と出会い関係の CM ばかり流れてうざいけどちょっと気になる。などといった異常が見られるようになり、仮にインストールされてしまった有害なソフトウェアをアンインストールしようとしても、今度はスパイウェアと呼ばれるソフトが自動的にインストールされ、アンインストールを阻止されてしまいます。そんな Google.com は、なんと Google が誕生した年と同じ、1998年から存在しており、何度かネット上からサイトが削除されたもののすぐに復活してしまい、現在も Google.com はネット上に存在しています。ちなみに最新版の Google.com にアクセスしても、驚いた顔をした少女の画像となぜか2020年の大統領選に関するブログ記事が表示されるだけで、今のところウイルスは確認されていません。ですがウイルスが確認されていないだけで、もしかすると最新版の Google.com にも悪質なウイルスが潜んでいる可能性があるので、面白半分でアクセスしたり、女装して女湯に入ったり、ホットドッグになったり、クラスの好きな子にキリンっていう YouTube 見てるって言ったりしないようにしましょう。また Google にアクセスする際はスペルミスをしていないか必ず確認するようにして、くれぐれもご注意ください。呪われた電話番号。呪われた電話番号というキーワードで検索をかけると、かけたら危険、かかってきたら危険と歌われている電話番号を紹介しているサイトが多くヒットしますが、そのほとんどの番号は現在使われていなかったり、噂が一人歩きしただけで実際は危険でも何でもなかったりします。まあ僕の正体も匠、亮、まさきのどれかと噂されてますが、実際真剣佑もあり得るので気をつけてください。ですがその数ある危険な番号の中には、本当に危険な電話番号も存在していました。今回はその中でも特に危険な2つの番号をご紹介していきます。1つ目にご紹介するのは、かかってきたら死んでしまうと言われている0888888888という番号です。どうやらイギリスの新聞によると、10年のうちに少なくとも3人がこの番号から電話がかかってきた後に亡くなっているそうです。さらに1人の被害者である携帯電話会社の CEO は商売敵に憤慨され、2人目の被害者であるマフィアのボスは暗憤され、最後の被害者であるピエールを密輸していた不動産業者は従憤されたりと、この番号からかかってきた人物は全員何者かに害されていたのです。そしてこの3件の事件が起こって以来、この電話番号は使用停止になったといいます。そして次にご紹介するのは66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 
世界各国のあらゆる番号宛てに電話がかかってくるらしく、この番号から電話がかかってきたり、うっかり電話に出てしまうと奇妙なことが起こると言われています。
。例えば実際にこの番号から電話がかかってきた女性は突然の着信が怖かったので電話には出なかったのですが、その後電話にかかってきた携帯宛にショートメッセージが48件送られていて、その全てのメッセージにサタンと書かれていたそうです。なお、たまにランダムで奇跡というメッセージも届くとか。またある男性はこの番号からかかってきた電話に出るとザーという激しいノイズとともに誰かがうつろな声で何かを囁いているのが聞こえたそうです。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て、あー、わしの若い頃に出会い系アプリなんてあったらパンパンやなと思った陥りがちジジイは、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと他にもいろいろやってるので概要欄のチェックもよろしくです。はい、はい、賢者タイムなんですけれども、今急上昇1位になってるスラムダンクの映画の PV みたいなやつを昨日見て、めちゃくちゃ楽しみっすね、これは。あ、急上昇1位といえば、アニメチャンネルの秘密結社ヤルミナティがちょっと前に急上昇1位乗ってたんですよね。めちゃめちゃすごいっすよね。はい。で、スラムダンクなんですけど、まあ、やっぱ皆さん大好きだと思うんですけど、まあ、僕ももう、その例に漏れず大好きで、やっぱり、まあ、何回も漫画をもう、何回も読んでるし、全漫画の中で、なんかどっかの場面のセリフをパッて聞いた時に、一瞬でそのシーンが思い浮かぶ漫画ランキングナンバーワンかなっていう感じ。なぐらい、なんか、一つ一つのシーンが、なんかもうめちゃくちゃ印象的というか。で、内容がまだちょっと公表されてないということで、まあ、全国大会の、なんかあれをやるのか、まあ、新エピソードなのかみたいな、とか、ね、話になってるらしいんですけど、新作エピソードっていうのはさすがにないんじゃないかな。まあ、そうなったら、やばすぎますけど、さすがに全国大会編なんじゃないかなって気がしてます。で、しかもちょうど僕最近NBA のなんか動画をめちゃくちゃ見てて、NBA、もともとそんなに詳しくないんですけど、NBA のなんかレジェンド選手のなんか人生みたいな動画をなんかひたすら見まくってて、でも改めてマイケル・ジョーダンめっちゃすごいなとか、3連覇を2回やってるとかなんか、から始まりなんかいろいろこう歴代のすごい人のあれを見てて、まあ最近ではステファン・カリーっていう選手と、ハーデンっていう選手とか、あとはなんかその辺がめっちゃすごいみたいな。とかね、NBA めちゃ面白いですね。試合見たことないんですけど、一回も。YouTube の動画しか見たことないんですけど、めちゃめちゃ面白いっていう感じで。はい、スラムダンク映画超楽しみですね。だからもう、生きる目的ができたって感じですね。まあそろそろ本当にちょっと出家しようかなと思ってたぐらいなんで、まあ頭はもうすでに丸めてるんでですね、いつでも出家できる、準備だけは整ってたんで、まあただスラムダンクが映画やるんだったら、ちょっとね、まだね、下界に留まる理由ができたなっていうことで、はい、ということで出家の時期が伸びたなっていう感じでございます。はい、ということで、さよなら。